皆さんこんにちは、テイオーです。今回も、対戦リクエストマッチですね、やっていきたいと思います。今回のお相手は、クレザクラさんですね。3回か4回目ぐらいですかね、クレザクラさんでやるのは。で、最初の頃は初心者さんということだったんで、全くうまく動かせないということだったんですが、なんとね、最近クレザクラさんが、アケコンをね、購入したという報告を受けましてね、本当にアケコンを買うとかね、かなりこう、このゲームをガチでやり込む気なんだなっていう、そういう姿勢が見られるので、すごいこう、やる気があるんだなっていうね、そういう感じがしますね。はい。まあ本当にアケコンはね、結局パッドでもね、コントローラー、普通のコントローラーでもできますが、やっぱり格闘ゲームってなると、アケコン使った方が絶対いいです。はい。なんで、まあ、クレザクラさんは本当に、まあ、意欲があるというかね、このゲームにね、そういう感じがしますね。はい。というわけで行きましょう。1試合目はディオ。はい、1本目ですね。まだ、完全にアケコンに慣れてないのか、ちょっと動きがちょっとね、ぎこちなかったらごめんなさいということなんで、まあ、まだそこまでアケコンに慣れてないのかなっていう感じはしますね。はい。はい、1試合目取れましたね。はい。いや本当に格闘ゲームのために全然やってない格闘ゲームジャンルね、はい、そのために、まあ、そういうアーケードコントローラーを買うとかね、やっぱりそういう姿勢は大事ですよね、非常に。とりあえずね、こうやる気があるっていう感じがやっぱりあるんで、やっぱそういう熱意とかね、やっぱそういうのを持ってると自然とうまくなれるんでね。はい、2試合目の2本目、1本目ですね。はい。おっと、まさかの拒否。はい、2試合目ですね、取れましたね。はい、ちょっとアーケードコントローラーはね、慣れるまでは、まあ、ちょっと時間はかかるかもしれません、人によってはね。やっぱりゲームセンターにいかに、レバーですよね、スティック。あれで、まあ、いかに今やってたかとか、いかに、こう、早く慣れられるかっていうのは、個人差があると思うんですが、まあ、絶対にね、言い切れます。格ゲーは絶対に開け込んで、やった方がいいです。細かい操作とか、まあ、コマンド入力とかですね、もうやりやすいですね。
あとボタンが大きいのでこうピアノ打ちとかやりやすいんで非常にね。はい、3試合目の1本目ですね。はい、よっしゃ、3試合見てましたね。まあ本当にクレザクラさん本当にあの、まあ、努力家なのかなというね感じしますよね。最初は本当にあの初心者で、あの全然あの動きも全然あのうまく動かせなくて全然ダメでっていう感じだったんですが、本当にあのそれ回を重ねていくごとにね、あのやっぱり強くなりたいとかね、やっぱそういう思いがあのあったんでしょうね。やっぱアーケードコントローラーを買うっていうのはやっぱりそれなりにそれ相当にやっぱりそういう熱意とかがあったと思うんですよね。そういうのは大事だと思う、大事なんですよね。正直そういうのがある人はやっぱもう強くなります。はい、4試合目1本目ですね。おっ、はい、4試合目取りましたね。本当にあのアーケードコントローラーはね、あの、まあ、全然あの初心者さんだから変えとか、あのもっと上手くなりたければ変えっていうね、そういう意味じゃないですよ。本当にあのクレドカさん自身がね、あのアーケードも変えましたっていう風に、あのこれでなんか、まあ、鍛えてね、あの強くなりたいと思いますっていう風に、まあ、意欲が感じられたんでね、多分クレザクラさんは強くなると思いますよ。あのそういうのね、熱意があるんで。よし、5試合目の1本目ですね。おーっとなんか向こうディオはなんかキック出してましたが、投げで吸い込みましたね。なんかまあこのゲーム自体がね、あの打撃と
投げが勝ち合った時は投げが勝つ仕様になってるみたいなんで、まあそこはまあ時の運かなっていう感じですね。はい、というわけで7試合目ですね。はい、なんかちょっとよくわからない。というわけで7試合目の1本目ですね。よっしゃ、取れましたね。7試合目ですね。はい、本当に頑張ってほしいと思います、クレザクさんね。せっかくこのゲームの、しかも、この対戦リクエストマッチのためだけかどうかちょっと分かんないですけど、本当にね、ほぼほぼこれのためにまあ、買ったような感じみたいなんで、ニュアンス的にね。なんでぜひ頑張ってほしいと思います。さあ8試合目、なんか当たったね。8試合目の1本目ですね。はい、8試合目ですね。取りました。はい、本当にまあディオはね、なんかまあ全開コンボとかすごい敷居の高いけど、もう見栄えがめちゃめちゃかっこいいっていうね、まあ、コンボがあるんですけど、まあ、それをね、別に極める必要はないんですよね、ディオはね。ディアボロのステコンは必須ですけど、ディオはそれ使わなくても全然立ち回れるので、普通にそこは全然気にしなくてもいいと思うんですが、まあ、やっぱりリオを使うからにはっていう感じですかね。やっぱそういう全開コンボを極めたいとかっていうのがやっぱあるのかな。はい、はい、これなんでこうディオとかカーズとか、一部のキャラだけね、こう復帰が早いのかな、あれガードブレイクしてから謎なんだけど、なんで全キャラこう統一されてないのかなっていう。
と間違えた。いや、ちょっと微妙にね、あのゲージが溜まるかなと思ったんですけど、溜まらなかったですね。はい、というわけで9試合目取りましたね。次、ラスト10試合目ですね、いきましょう。はい、なぜかね、あのエピタフが誤爆しましたけど、なぜかエピタフが出ましたけど、なんとか。よっしゃ、10試合ですね、これで。はい、10試合取れましたね。はい、というわけで、バーサスオンラインに、トップに戻って、エンドトークにしたいと思います。はい。はい。というわけで、今回はね、クレザクラさんですね。ツイッターでよくしてもらってるクレザクラさんと、10試合やらせていただきました。今回はね、本当にまあ、クレイザクラさん、最初の頃は本当に初心者という感じで、格ゲーの何たるかというのももちろん分かってないし、このオーサバトルの、まあ、動き方とか操作の仕方とかも分かってなかったみたいなんですが、まあ、回を重ねるごとにね、まあ、だんだん分かってきて、で、まあ、本気でこうやり込みたいというか、強くなりたいという、まあ、やっぱ願望がこう湧いてきたんでしょうね。それでまあ、アーケードコントローラーをこう、購入っていうね、購入に至ったというわけですよね。まあ、本当にびっくりしましたね。うん、自分は、そういう方はなかなかあまり、アーケードコントローラーとか、購入する方ではないのかなとは思ってたんで、本当に、ガチでこう、やり込みたいっていうね、そういう熱意があって、そういう姿勢がやっぱ感じられたんで、ちょっとびっくりしましたね、あれはね。うん。だから、クレザクサさんは本当に熱意があるし、本当に強くなりたいという願望が強いと思うので、ぜひね、頑張ってもらいたいと思います。はい。アーケードコントローラーにもすぐ、すぐ慣れるのはちょっと難しいかもしれませんけど、まあね、なんとか、まあ、回を重ねて、まあ、慣れて、まあ、うまく、こう、使えるようになってほしいと思います。そして、まあ、強くなってね、僕を、いつかはね、ボコしてほしいと思います。はい。というわけで、今回は、この辺で終了したいと思います。ありがとうございました。